さあ、それではこのお客様ご紹介します、中日西武、そして最後は千葉ロッテで名外野手として活躍をされまして、うん、その後、日本ハム、中日で、それからロッテでコーチも歴任されました、うん、まあ、とにかく名外野手でした、うん、平野健さんをお招きしました。足は速いしね。足、直接俺はしゃべったことなかったの、今まで。そうなんですよね、うん、でも名前は知ってた。俺の名前知ってた。もちろん存じております。いや、俺はね、どっちかとあんまり選手と解説の時にさ、はい、行っていろいろ喋らないタイプだったんで、はい、だから、だけど選手はちゃんと見てるから、こういう人はこういう人だっていうのね、はい、平野健さん ね、でこの人はね、俺とすごい共通点があるんだよ。江本さんと平野さんの共通点、クイズ、何だと思う。男前、ここに出て、いや、それは分かってんだけど、いや、それは俺の方がちょっと男前だけど、いやいや、似たやろ。なんていうのかね、ここへ来てもらう人にね、はい、なんか俺と接点とか共通点とか、はい、別にしょっちゅう、あれじゃなくても、はい、あるんじゃないかっていうのはね、こう、いろいろ見てみるとね、あるんだよ、これが。なんで？クイズ、松本さん。なんだと思う。まあ、まあ、もちろん野球界の中ですよ。どちらかというと歯に衣着。いやいや、そういうこと、そういうね、いい加減な話じゃなくてね、ちゃんと野球の共通点、ちゃんと共通点あるんだよ。遺跡のとかそういうの。まあ、それも近いけど、はあ、それは誰でもあるじゃない。遺跡トレードはさ、トレードでもね、好まれたトレードと、うん、そうそう、違うなのね。これの未来です。攻めはいらねえから適当に行けというのがあるじゃないですか。で、数の合わないトレードされた、ムカつくけどね、一緒で、いや、何がって言うとね、簡単な話なんです、はいはい、この人もドラフト界だ。ああ。俺もドラフト界だ。ドラフト界なんですか。そうなんだよ。まあ、その事情は違うかもしれないよ、俺とドラフト、はい、同じドラフト界でもいろいろあるからさ、はい、で、俺の場合はもう今まで何回も喋ってるけど、どうなの、平野の場合は。僕のドラフト界ってどうだったの。根本的にはもう全くドラフトにかかるような選手じゃなかったんです、うん、あの愛知で。あ、それで愛知だもんな。ドラゴンズが当時ってその逆指名とか全くないじゃないですか、うんうんうん、で、ドラゴンズのドラフトが半分ぐらい拒否されたんですよ、うん、で入るのそかそか、そう、入るのは3人ぐらい で、 なるほど。で地元の誰か選手をひょっとしたら探すっていうようなことを、うんうん、中日新聞が載したわけです、うん、なるほど。それで僕の高校の先生が、うん、平野っていうのがやりたがってるけど、うん、取ってくれないかってことで、うん、ドラゴンに電話してくれたらしいんです。そっから始まりです。はい、でも近いな。本当ですか。似てるね。俺もね、ドラフト、俺はね、もろもろドラフト外だった。ノーマーク、はい、江本の A の字も出てこなかった。大学じゃなくて社会人の時ね、はい、大学の時も出なかったんだけど、社会人の時も全然ダメで、社会人1年いたから、ね、のどこですか。熊谷組に。へえ、うん、でね、暮れにまあ、まさか俺もひょっとして乗ってるかなと思って見たら乗ってないわけよ。はい、ほんでフッブレーキの使うって見る目ないなって俺はその時思ったんだけどさ失望したんだけどね。それでもう諦めて1月にから2月のキャンプでテストを受けてやろうと思った。乗り込んでいったろ。テストってあったんですか。いや、だって受けてくれれば誰でも受けるじゃない。そういう公じゃなくて、球団に行けば、はいはいはい、お前俺の球見ろよっつってね、はい、行くことはできるから、はい、ほんでいろいろ球団探してたら弱い強いチームとさ、うん、弱いチームあるじゃない、うん、で、いや、阪神でも江夏はいるしなとかさ、はい、巨人と堀内だの太陽平松いるしなとかね、いろいろ思って頭悩めてる時に電話かかってたんだよ、スカウトが。東映の東映フライヤーズ当時、はい、ほんで、あんたはうち来る気ないかって言って、それで入ることになったんだけど、そのきっかけは何かって言ったら決意ができたんだよ。やっぱり東映に入らないやつがいてさ、当時はそういう感じなんですよね。あ、そうなん、そうなん、うん、ドラフト外が入るってことはね。そうなんですよ。だドラフト外で入るとね、やっぱりね、俺、大野豊もそうだしね、はいはい、やっぱりどっかみんな共通点がある。西本とかね、高橋とかね、ドラフト外のやつのさ、やっぱりどっかあるじゃない、
このドラフトされたやつにさ、ムニアラウンドちょっとあれ、それはありますね、はい、うん、だからそういう共通点がさ、でそのくせ悪いとガクッと来ちゃうから所詮俺はドラフト外かみたいなさ、もうそうです、もしもし、うん、もしも働いてくれたら儲けもんですからね、うん、そうなんだ、僕らはね、そうなんだ、うん、そういうことでね、まあね、あの実は共通点があるんだよ、ドラフト外組っていうのはそもそもいるもんじゃないからな、江本さんはドラフト外なんだ、いやドラフト外もいいとこよ、で俺と同期はまあご存知のように堀内だとか平松とかね、はい、鈴木啓示とかさ、ゴロゴロいるわけ、おーおー、うん、すごい名前ですね、福本だとかね、藤田平とかさ、でゴロゴロいて、あいつらはもう華やかにこう活躍してるわけじゃない、はい、で俺あいつらは高校の時は知ってるわけじゃない、みんな、はい、で大学時代もそうだけど、で俺の嫌いな矢沢とかさ矢沢さんお元気ですか矢沢いいね、いつも言ってるから、あいつがね1年の時から対戦して、で中日にドラドイツで入ったでしょ、はい、あの頃矢沢だとか大谷 いっぱいいたよね、あのドラフトで、うん、でそういうのを見ながらさ、ちくしょうこの野郎と思ってさ、反抗心強いんですよね、そういうのあったら、だから、うん、なんかねどっかにそこに流れるものがね、うん、ドラフト外組のあれがあるんだよ、はい、で俺はそうやってちょっと見てたんだけどね、人を見るとき、はいはい、うん、そこはね共通点よ、うん、だからあって大野だとか西本隆とかさ見てごらんよ、みんなドラフト外組を、まあ、そうです大野さんなんかね軟式でやってたんですよね、うん、いいボール投げてましたよね、大野ね、僕一緒の年なんですけど、あそうかそうか、はい、一緒なんだ、はい、あいつはすごいよ、軟式だもんな、軟式ですよね、はい、お札を数えてたのは、うん、そう手首の運動になったとしても こうやって扇形にやるじゃないですか、一番札をあの手首がカーブを投げるのよかったです、ね、扇形にするまで見たことないから分かんないですけどいやいや、まあそんなことでね、今日はまあ中日、中日組はね今までね俺の嫌いな矢沢はつけですいちいちつけなくていいいちいちつけんねえのかそれから、誰だっけ、中日組の田尾さん、田尾だ、それから森重和さん、ね、森重、うん、この3人だよね、本当は高政とかさ、はいはい、ね、あの中日はね、はい、あの俺結構嫌いじゃないんだよ、中日の選手は昔から、だから終わり方、ずっと興味があってずっと見てたんだけどね、はあ、うん、それで そういうことで今日はあの中日組の中で、はい、3番目か4番目やね、4番目、はい、うん、はい、あと何人かやりたいんだよ、高政とかさ、はい、いろいろ、まあ、そのうち俺が元気の間に、はい、まあ高政は高政仲いい、はい、全然、あ、本当、はい、あ、じゃあよかったわ、でも俺唯一はそう名古屋のあの記者席でさ、はい、ぼやきを聞くのが高政、名古屋行かれるんでしょ、行く行く、名古屋行かれた時にそ、うん、あそこの食堂の雰囲気のいいところで、うん、あ、俺いつも一人でうどん食う、あそこで高政とちょっとやりゃいいじゃないですか高政いつも腹こんな太らしてさ、ブスーッとしてくるんだよ、おせんだよね、あいつね、